FLM アビエーションが所有するマンクス2塗装のドルニエ228から202系マンクスには、満島のマンシマ空港に拠点を置いていたバーチャルエアラインである。ジョージベストベルファストシティ空港、ブラックプール空港、カーディフ空港及びマンシマ空港などを拠点として運行、営業していた。運航はファンエアヨーロッパ、FLM アビエーション。 リンクスエアなどの多くの航空会社によって行われていた。2012年11月、マンクスにはシティウィングに事業を売却し、最終便は2012年12月31日に運航された。マンクスには2006年5月11日に設立され、同年7月15日に営業を開始した。マンクスにはチャンネル諸島の航空会社である。 ブルーアイランド航空を設立した組合により、設立された。2006年7月11日、新しい会社のコーポレートカラーで塗装された L-410 を最初のチャーター機として受領した。当初この航空機は、ブダペストエアクラフトサービスが、コールサインをベース、フライトコードを BPS として運航していたものであった。マンクスには、初の路線として、 7月15日には、マンシュマ空港から、ベルハスト国際空港、ブラックプール国際空港への就航を発表し、8月12日には、リーズブラッドフォード空港への就航を発表した。2006年9月、ジェットストリームエグゼクティブトラベルにより運航される、BAE ジェットストリーム31を導入した。当初は1機のみが導入され、マンシュマリーズ間の便で運航された。その後、 フライトライン BCN のフェアチャイルドスウェアリンジェン、メトロライナーを加え、路線網は拡大し、ジョージ・ウベスト・ベルファストシティ空港を含む形になった。ベルファストやブラックプールへの便は、ファンエアヨーロッパによって19隻の L-410 が2機運用されていた。2007年9月3日、マンクスには、スタバートンに位置するグロスターシャー空港への路線を開設した。 グロスターシャー空港はバーミンガムやブリストルまで1時間以内の県内に位置することからフライビーのバーミンガム空港への路線と競合することになった。2008年、マンクスには2機のドルニエ228を導入し、その年に約10万人もの乗客を運んだ。2009年には3機目のドルニエ228を導入、同年には25万人目の乗客を達成したと、 発表した。また、主要路線である、ブラックプール便を1日5便に増やし、ベルファスト便も増便すると発表した。主要路線である、ブラックプールへの路線では、ブラックプール空港で15日間の無料駐車場を設け、その後運航便が1日あたり10便に増やされた。そして、ジョージベストベルファストシティ空港が新しく、ハブ空港となり、マンシマエコークへの便が増発された。 また、リーズ・ブラッドフォードへの便も毎日運行していた。グロスター・シャーへの便は、平日の朝に運行し、2009年8月には、入ッする国際空港への便が開設された。また2010年5月には、カーディフ・アングルシー・シママの便を運行するため、ウェールズ政府と7ヶ月間の契約を結び、その後契約は4年間延長された。また、ゴールウェイ・ベルファスト、 ゴールウェイマン島までの運行を開始。2010年9月には、ベルファスト航空間での運行を1日2便としたが、マンクスに7100便の事故後、2011年3月に運行停止となった。また、マンクスには、フライトライン BCN によるリース契約を中止した。その後マンクスには、アイルランドから撤退し、ゴールウェイベルファスト間での運行を停止した。それに対し、 ベルファスト・マン・シママの運行は増加。グロスターシャー空港からベルファストへの路線を開設した。またマン・シマ、アングルス・島までの季節限定路線も開始した。ロンドン・オックスフォード空港への路線開設を発表し、2012年5月から2013年1月まで運行された。2012年11月22日、マネジメントバイアウトにより、マンクス2の事業は、 シティウィングに買収されたことが発表された。最終便は2012年12月31日に運行され、2013年1月1日からの便はすべてシティウィングに引き継がれた。FLM アビエーションのドルニエ228マンクス2は自社の航空機は保有していなかった。しかし、ブランディングや広告などで宣伝し、 他の航空会社によって運航される便の航空券を m a n x 2 c o m で販売していた。ありがとうございます。